皆さんこんにちは、はさみみです。今回は効率が爆上がりする好評の受け方についてご紹介していきたいと思います。この動画では東京芸大彫刻科に現役合格したはさみみの実体験をもとにデッサンなどの実践的なトピックから受験までのあれこれまで美大受験に役立つコンテンツを出していきます。よろしくお願いします。はい、皆さん突然ですが、毎回の講義をちゃんと受けてますか？美術予備校や高校でガチめの美術の授業をするときは必ずと言っていいほど講評、つまり振り返りの時間が設けられています。皆さんはこの講評の時間をどのように過ごしているでしょうか？実技の時間に集中して頑張ったから半ば放心状態で講評を受けている方、なんとなく聞いている方、しっかり聞いているけれど次の授業に生かされない方、皆さんにもこのような経験があるのではないでしょうか？実は講評というものは受け方次第で経験的に後の実技に変化をもたらすことが分かっています。今回はその最適な講評の受け方について3つのステップに分けてお届けいたします。それでは参りましょう。1、ノートを取る。座って受ける、いわゆる座学の勉強だと問題集を解いたら丸付けをしますよね。問題集を解いた後、一番大切なのは丸付け、いな、バツ付けになります。バツをつけたところが自分の苦手なところなので、バツのついたところを重点的に復習すると次からの点数が確実に上がっていきますよね。それと同じようにノートに公表された実技で良かった点と悪かった点について毎回書き出しましょう。ノートを取らないことは、つまり問題集を解いて丸付けをしないで終わるようなことと同じなのです。悪かった点を的確に把握してノートに取ることで忘れることも防げますし、向上していることもノートを見返せば一目でわかります。最近だとたまーにスマホのメモ機能を使って公表メモを取る方もいますが、ノートは見開きで目に入ってくる情報量が多く、一目で 見直せるし、蓄積されていき物理的に分厚くなっていくノートは受験日までのメンタルに大きく貢献するはずなので、ノートを取ることはかなりおすすめです。それができたら2つ目、2、項目を増やす。その日のメンタル状況、天気、湿度、デッサンであれば色幅、形の正確さ、空間、奥行きなど、1回のノートで書き出す項目を増やしてみましょう。あらゆる点で見直すことで、先生には指摘されなかったが自分で問題視すべき点というものまで見えてくるはずです。毎回の実技で断然効率化を目指すのであれば、項目を増やすのは必須と言っていいでしょう。さらに3つ目、3、観察眼試し。好評が終わると多くの人がそのモチーフから離れます。ただ次の日、昨日見ていたモチーフを小さい紙でいいので何も見ずに書き出してみてください。最初は思ったほど書き出せないはずです。そして絶望してください。ああ、私はあんなにモチーフを見たのにこれしか観察できなかったのかと。もちろんこの作業自体はモチーフの形を暗記するためなどではありません。観察眼試しと呼ばれる手法です。観察眼試しをすると自分が執着しがちな形のメタ認知ができます。これを講評終わるごとに繰り返すと、どんどん自分の観察力がアップしていき、より繊細にモチーフを観察していけるようになるでしょう。さらに番外編として、できる人は電車の中や退屈な授業中、いわゆる捨て科目で許される場合と、あと休み時間などにクロッキー帳に早書きの練習をしましょう。手のひらサイズぐらいのクロッキー帳で構いませんので、毎日最低10枚は書くことをおすすめします。その時必ず早く正確に書くことを意識しましょう。どのかに進むにしても、やはり基礎的なデッサン力は必要になってきます。使える時間は無駄なく使って、メンタルを病む時間もないくらいに没頭して、習慣化できるととても強くなれます。まとめると、ノートを取る、項目を増やす、観察眼試し、
これら以上3ステップをぜひご活用いただいて、これからの実技向上に役立てていただけると嬉しいです。またこれもおすすめだよというアイデアがあればコメント欄で教えていただけると幸いです。よかったらチャンネル登録とかいいねもください。それじゃあ皆さんこの辺でまたねー。